ゲームをするときの約束。プレイするときは部屋を明るくして画面から離れてプレイしてくれよな。あとプレイするときは健康のため1時間ごとに15分くらいの休憩を取ることも忘れんなよ。じゃないとママにごめんなさいって謝ることになっちまうぜ。守ってくれよな。バンダイナムコゲームス。クライマックスヒーローズ。お、しっかり頼むぜ。な、ディケイドモードだぜ。これまで並列に存在していた9つのライダー世界が融合を始めてしまった。世界は入り乱れ、崩壊が始まる。世界の崩壊を止めるため9つのライダー世界を旅することになる。ディケイド、果たして世界の崩壊を止めることができるのか。暴力を行う超古代の戦闘種族である。長野県の九郎ヶ岳遺跡より現代に蘇った彼らはゲゲルと呼ばれる特殊なルールに従い人々を襲い始めた。ふとしたことから超古代の戦士クーガの力を手に入れた五代勇介、長野県警の刑事一条薫と共にグロンで激しい戦いを繰り広げていた。新しい未確認？悪いな、俺は未確認じゃない。くれ、ここか。まだまだ。
おっと まったく、人の話を聞け。変身を解いた司からディケイドの目的を聞き、驚きを隠せない五代と一条。しかし司から力を取り戻したクーガのカードを見せられたことで、司が言っていることが真実であることを理解する。クーガへの変身能力を取り戻したディケイドではあったが、残り2枚のカードの力は失われたままである。さて、始めるか。未確認。アギト、違う。あれ、クーガ。ファンガイア、人間のライフエナジーを吸って生きるモンスターの呼称である。人間の世界に飛び込み、闇に紛れて凶行を繰り返す存在に対し、人々は素晴らしき青空の会と呼ばれるファンガイアハンター組織を結成し対抗した。そして22年後の現代、戦いを続ける人類とファンガイアの前に一人の戦士がいた。その名をキバ。果たしてキバは敵なのか、それとも。
なんかヤバそうな感じだぜ。お前が牙、この世界のライダーか。レディファイト。変身仮面ライダークーガー。このカードで。まだまだ。よっと。このカードで。まったく、よくしゃべるコウモリだぜ。変身男、渡るに事の顛末を説明する司。最初は信じられないといった感じの渡るではあったが、司の手に握られた牙のカードを、司の話が本当であることを理解する。牙に変身する能力を取り戻したディケイドではあったが、残り2枚のカードの力は失われたままである。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。行くぜ、渡れ。レディファイト。やっやっやっ。うわあ、食らえ、食らえ、ここか。食らえ、食らえ、ここか。やっやっやっ。変身仮面ライダー、キバ。やっと、おっとと。まだまだ。こいつで。まだまだ。おっと。ミッションクリアだぜ。ミラーワールド、現実の世界と表裏一体の世界。そこでは13人の仮面ライダーと呼ばれる戦士たちによる壮絶な戦いが繰り広げられていた。ある己の欲望のため、またある者は愛する者を救うため、さまざまな思いが交錯する中、激しさを増していくライダー同士の戦い。戦わなければ生き残れない。そんな中、ライダー同士の戦いを止めようとするライダーがいた。あんたもライダーなのか。お前らとは違うけどな。Yeah!
違うって言ったろ。変身を解き、神事に事の顛末を説明する司。ミラーワールド以上に不可思議な世界があることを知る神事。司の手に握られた勇気のカードを見つめながら、司の話が嘘ではないことを理解する神事。勇気へ変身する能力を取り戻すことには成功したが、残り2枚のカードの力は失われたままである。悪いが、ちょっと付き合ってもらうぜ。お前はラウンドファン、食らえ、そこか、食らえ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 、そこか、変身仮面ラインカードで、まだまだ悪いが、ちょっと付き合ってもらうぜ。嘘だろ。鬼古来
魔化網と呼ばれる妖怪から人々を守り続けてきた戦士。人々もまたそんな彼らをサポートするため、タケシと呼ばれる組織を作り、長きにわたり魔化網と戦い続けてきた。そして人々を守るため、現代の鬼である響きの戦いは今日も続く。ん？青年、俺に何か用か？やれやれ、今度は鬼退治か。危ねえな。見てろ、変身仮面ライズだ。鬼退治なんて初めてやったぜ。互いに変身を解く司と響き。司からディケイドの目的を聞いた響きは妙に納得した様子で、司に頑張れと励ましをかける。響きの独特の雰囲気に毒気を抜かれる司。響きへ変身する力を取り戻した司ではあったが、響きの力が宿る残り2枚のカードは未だ力を失ったままであった。さて、始めるか。行くぞ、青年。さて、始めるか。はーた、えい、はい、くらえ、やっ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 、見てろ、見てろ、くらえ、はっ、や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 っ
突如飛来した巨大隕石の落下により渋谷及び周辺地域は壊滅した。しかしそれはほんの始まりに過ぎなかった。隕石落下直後よりワームと呼ばれる宇宙生命体が出現し人々を襲い始めたのである。秘密組織ゼクトはワームに対抗するためマスクドライダーシステムを開発。これに対抗した。今人類とワームとの決戦が幕を開ける。なんだお前、偉そうに。何様だ。おっと、くらえ、そこか。まあまあ、くらえ、そこか。変身仮面ライダー、そうはいくか。ミッションクリアだぜ。まったく、礼儀ってもう知れ。変身男天道に事の顛末を説明する司。司の手に握られた兜のカードを見つめ、司の話が嘘ではないことを理解する天道。兜へ変身する能力を取り戻すことには成功したが、残り2枚のカードは力を失ったままである。俺とやろうってか。天の道を行き、すべてを司る。はい。くらえ。やや来たぞ。やろ。見てろ。仮面ライダー。やろ。やろ。こいつだ。さて、片付けるか。
今でもナマコは食べられない。ミッションクリア。